こんにちは、バッキーです。iPhone ユーザーの方でも360度カメラだったりアクションカムだったりモバイルの照明などマイクロ USB 端子の機器をお持ちの方も多いかと思います。外出先でこれら充電しようと思うとケーブルもそれぞれ持ち歩かなきゃいけなかったりしますよね。こういうアタッチメントのついてるケーブルなどもありますけれども、今回ご紹介するのはちょっと違います。トップマークの2-in-1 データケーブルでございます。よいしょよいしょ。こちらのケーブルなんですけども、片方は USB ですよね。で、もう片方二股になっていて先が2つに分かれるんですよね。これマグネットでくっついてるんですけれども、片方がライトニング端子、そしてもう片方がマイクロ USB 端子、この2つどちらでも利用できるというケーブルでございます。こちらをモバイルバッテリーにつけまして、これでライトニング端子を使って iPhone の充電、さらにはマイクロ USB を使ってこういったマイクロ USB 機器の充電、どちらにも対応できるという一本なんですけれども、このケーブルそれだけじゃないんです。なんとこの2台を同時に接続して2台同時に充電できてしまうんですね。この他にも iPhone と Android スマホ2台持ちの方だとか、他のマイクロ USB 機器同時に充電できてしまうんですよ。ライトニングとマイクロ USB のケーブル2本持たずにこれ1本で済むというだけでもかなり便利なんですけども、こうやって2台同時に充電できるということで USB 端子の1つしかないモバイルバッテリーや急速充電器、こういったものでも2台同時に充電できてしまうんですよね。これは外出先、旅先などでもかなり便利なんじゃないでしょうか。それとね、このケーブル自体の設計がよくできてましてね、こうフラットなタイプの平べったいケーブルなので、ここの断線の心配も少ないんですよね。それとこのね、持ち手の部分がね、割としっかり持てるので力を入れやすい、抜き差ししやすい設計になってますね。この辺はケーブルとして安心安全な設計なんじゃないかと思います。あとはね、これキャップがついてるんですよね。ポッとはめておくキャップが両方の端子についているんですけども、このキャップを外した時もここに挟んでおけるんですよね。なのでこのキャップ自体をなくす心配も少ないんじゃないかと思います。割と細かいところに気配りができてますよね。というわけでかなり便利なケーブルなんですけども、1点だけ気をつけたいことが、これ1本だけ使った時の最大出力が 2.1 アンペアなんですね。なのでこれ2台同時に接続して充電するときには半分ずつになります。1アンペアずつっていうことですよね。ということで 2.1 アンペアがないと充電できないようなタブレット、これは1台でしか充電できません。2台同時には充電できないっていうことですよね。今でもタブレット2台同時につなげてるんですけども、充電マークは出てるんですよね。充電されるのかな。ただまあ充電はされたとしても電流が少ないので結構時間はかかるでしょうね。ということで今後はこれ1本だけ持っていけば外出先でもいろいろ便利に使えそうです。